こんにちは、マシャギです。今回はレインボーデスナイトです。暗黒のルーン2枚、奇跡の薬より2枚、オボルトの採掘鉱2枚、採掘災害2枚、絶望の糸2枚、陶器の一撃2枚、勇ましいペイントフィン1枚、おもちゃ強奪のガイスト2枚、自分で撒いた種2枚、虹の裁縫師1枚、鎖サビの鎖蛇1枚、ポーツアイトクラッシャー1枚、スケルトン作業員2枚、ヘルヤ1枚、掘削バスター1枚、首なし騎士1枚、シャイニーのマリン1枚、ライマス1枚、時穴たるしヨグサロン1枚、ディラックスデラックス30001枚、鉱山長レスカ1枚。という構成、これは、ちょっと読めないんで Google 翻訳しますね。さんが今月レジェンド上位に到達したというレインボーデスナイトです。で、基本特徴は全部のルーン。一つずつ採用してる構成のデスナイトで、もうカードは全部使ったことあるかな。勇ましいフェイントフィンも入っていて、こっから吸収、掘削バスターや、鉱山長レスカ、ことができるようになってます。あ、あと、ジリアクスデラックス3000もか。カスタマイズは、戦場にいるミニオン一体につきコストが1減ると、手の中で超圧攻め出し吸収です。で、あとはレインボー要素として、虹の裁縫師が採用されてると。デス大爆発、最後のレインボーデスナイト、試してみたいと思います。それではプレイの方をどうぞ。はい、プリースト。いやー、掘削前残す。あえてもいっか。サリヘビ。肝臓。アイランダーがな、まあ。とりあえず使いやすい。ああ、アイランダーっぽい。マリン。ですかですか。刺激やることないなやるかあー、まあいいか。ロストモンってアタック4なんだな。ラフが乗ればアタック5か。この薬は何でもないっすよ。まあ、まずこうかな。あっさりやんでいっか。あ、これマリン盗まれるかな。デドリーフ。マイクツッコリラクゼーションをみんなに、みんな俺のおかげで。ザロブでいいな。あ、たらとりあえずザログ。コロガン、コロガンか。武器にしとっか。はい。絶望の糸。倒せんのか。マリン持ってかれる、もしかして。死ぬかな、それ。死なないよな。エルス10が強かったねでもこれ倒されたら、そっか、手札に戻っちゃうから利敵だったか。 IJ なあ。お、採掘庫 OK。 採掘師ガイザー。暗黒のルーンか。資源の紐もん。ネット使うね。とりあえずいっか。ライトショー。お、ペイントフィン、こっちの方が強いかな。コスト3、地の自裁でいい。もう一度死んでもいい。はい、アンデアンデお動作。え、そっちか死ぬ。じゃあアンデだよ。バシッショピンピンしてるわ。エルス一番高いんすけど。こっち、あー、掘削ね。はいはい。次、武器から見る。製造誤差。誤動作。
武器から見ようか。俺ならこっち行くか。とりあえず思い伸ばしとこう。お、惑星中のかけら、先制術ライトショー、はいぞ、ライトショーだ。とりあえずいいんだけど、とりあえずいっかじゃん。先生術ライトショー、違った、間違い探し43。お、大丈夫だった、よしよしとりあえずとりあえずペイントフィン使えたね。オッケーオッケー、危なげなし。はい、デモハン 1,2,3 大奉仕まで行く、いいか、2回はできる、ね、序盤ちょっと乗されるとやばいんで。ああ、糸強いよな。ええ、チームワークのせいじゃん。おしゃれ、よかったな。エリア岩、岩あるな、何度はなるか。6%よし、次武器だよね。ヘビ、ヘビあんま意味ない。あ、ジェリアックス、じゃあしょうがねえか。スケルトン作業員でいい、エリア出すタイミングないな。保管、あ、次来る、パークボット、とりあえず交換、いってもまだ早いよな。お、2点、審判の手当てるで、6%、掘削来たか、掘削の方がいいか。ヘビはいいか武器持ってるけど、アタック、あれは私のためのおもちゃ、まあね、で、さあ次を私はあなたのためのおもちゃ。インドショッパー、採掘災害、紋章再チェックはできない、しなくていい、これでいっか。 OK、 召喚空間と何だった、あ、深読み、深読みケアできてた、とりあえずなんとかなったか。そんな無理しなくても良さそうな感じにはなってるな。これはいいんだけどストーンブレイクしかない。はい、
始め。始めんか。私はあなたのドショッパー。ああ。本当に一戦。ああ。吸収か。そういうこと。首なし騎士。悪くない。ヨッパで詰めるよりこっちの方がいいかな。ルナーテンもあるしな。これ向かい。タジメンに超電磁される。着熱の核当てる。ならずもの。やばい。やばい。殺される。猛毒か。ああ、そこは残るか。とりあえず行く。ああ。何引く？レスカですか。はい、まあ、レスカ強いな、うん、こっから引けるから強いということでいいか。はい、ということでレインボーデスナイトでした。ひとまず勇ましいペイントフィン活躍してくれたんでよかったと思います。レスカと発掘が強いね。で、戦績はこんな感じ。8勝6敗でした。で、この環境でのランク戦、まあ、ちょっと早いけどこれを最後にしようかなと思います。24日ね、新拡張なんで、ひとまずカード出揃ったらライブ配信で全カード見て、でその後多分闘技場に新カード来ると思うんで、そしたら闘技場10分で見る闘技場やっていこうかなと思います。はい、新拡張楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。